そろそろ出てくるんじゃない、ドシンくん。いやちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、すいません、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。あっぶねえ。早く行こう、早く行こう、早く行こう、パパッと行こう、パパッと行こう、パパッと行こう、もう時間はない、時間はない、急げ。ちょ危ない、これ、こちょ危ない、これ、これ危ないって、これ下やばいって。おお、もっと痩せろ。下行こう。逆にちょっと興奮してきた俺、なんだろうこれ。こっち行こう、もうこっちしかない。あーけどまた何なのこれ、まばたきしたね、こんにちは。いやお前がなんか生きてるのは知ってたよ、なんとなく生きてんだろうなと思って。あ待って、入ろう、一回入ろう、一回入って落ち着こう。何もない、何もない、何もないです。よし、安全確保 OK です。来てるもしない。待て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  OK です。目悪いのお前。目の前で、目の前で横行ったのに。だよそのお相撲さんみたいな、そのパンツの巻き方。そう、角曲がって、どっち行くのお前、どっち行くのお前、お前どこ行くの。目の前でさまようのちょっとやめてもらっていいですか。なんかさっき先の方にもう一個あったよね、どうにかそっちに行くしかないか。ドシンクいない、いないばいたら戻ればいい、いたら戻ればいい、目の前の方、前の方にいるのは分かってる。よしよしよし、 OK、 大丈夫、コントローラーがドシンソシンしてるからね、俺には分かってるんで。ゲームの方の画面では見えてないだろうけど、俺には分かってる。行け、早く行け、早く行け、早くしろ、 OK です。余裕余裕、これまいけんじゃない、これまいけんじゃない、行け、急げ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 、何個あんのクローゼット、まだまだ合う、頑張って走れ、もうちょっとゴールはもうちょ、いやえ待って待って、なんでもう一体いるの、待ってください待ってください、今のセーフ。今のセーフなんだって。驚いたでしょ、今のセーフだよ。おお、血管が青いよ。あがちげ、目悪いんだからお前、てか目ねえのかこれ、なんで戻るの、なんで、え、そっち行くの、もう一個先にクローゼットないと無理だな、振動がなくなったらなくなりました、行きましょう。あったあった、もう勝った、でこれでもう一個こっち行く、見えてる見えてる見えてる、あすいませんすいません、間違えました間違えました間違えました。違う人の部屋入っちゃって間違えましたって感じで戻りました。あ、行け。そっちじゃない。左行け、左。左行かねえの？まだそっちに用あんの？ちょ、戻ってもらっていいですか？左の方行ってくれれば、あと俺、前行くだけなんで。走ろ。よし、よし、よし。ちょっとあと、どうし、あえなんで戻ってくんの？まだなんか用あんの？前に行っちゃう？嘘でしょ、前に何があんのよ。ちょっとこれ次こいつが左行ったら右にもうすぐに行きます、もうそれしかない方法は、行け、大丈夫大丈夫大丈夫、自分を信じろ、 OK 行った、複数いたか、やっぱり驚いたわ、一匹でもうね左の方行ったからもう行けるかと思ったらもういないよな、もう妹に会おうぜ、恨まれてんのか何なのか知らないけど、ここちょっとマシですね、部屋が、ああそんな、なんだなんで死んでんのよね、トマトケチャップですか、また抜いて抜いてあげて、お、これでなんで。
なぜそうなる？捨てろよと思ったら、あれ？けどなんか違う。なんか違いますね。自分の部屋っぽくないね。何ここ？え？噂のあれですか？精神病棟ですか？ここは。どうしたんですか？お腹でも減ってるんですか？俺みたいに落ち着こうぜ。ちょっと俺目キョロキョロしてるけど。あれ？してないな。あれ？こいつ目キョロキョロしてないじゃん。あれ？落ち着い。キョロキョロしてるわ。あれ入れない。あれ入れないよ。入れる入れる。なんだ、な、なになになに？ここなんかあんだろうよ、どうせ。あんだろう？どうも。誰もいませんね。ここはあれかな？本当の現実世界かな？あのね、ごめん。俺も何個かゲームやってるから分かっちゃうんだけど。なんか出るでしょ。これ見ちゃいけないでしょ、絶対。これ見ちゃいけないだろうけど、俺は見るよ。真実を知りたいもん。俺は見るよ。見ます。何もいません。あれ？なんかいると思ったんだけど。はい。鍵が閉まってる。ドアが閉まってる。ここがドアか。ここはまだ夢なのか？どうなんだろう？見ちゃいけないと分かってても見ちゃう。見ちゃいけないと分かってても見ちゃう。好奇心旺盛なジンさんの差が怖い、怖いです。見たくない、見たくないけど見たい。分かって、この気持ち分かってくれ、マジで。ここは取れない。なんか左にセル4とかなんか書いてあるね。レベルみたいなもんかな。よし、我が主をどうして私を見せ、はあ、何今何が通ったの。今俺なんて言った。今なんか喋ったな、今俺。やめてマジで。ジンさんの、ジンさんの人格が崩壊するからマジで。ハイド、ハイド、読め。洗ってる場所？見ない方がいい気がするんだけど。さっき行けないもんね。やめようやめ、なんか怖いもん。でっかい、でっかい、ああいうの怖い。にょろっとなんか出てきたら怖いじゃん。夢っぽいけどな、ここも。血ついてますよ。看守さんはいないんですか？看守さんっていうか、ナース、ナース。ドクターもいいけど、ナース。人、人をくれ、人を。何？犬？犬なの？犬じゃん。今の声犬じゃん。ここは人じゃなくて犬も、犬の精神疾患も扱ってんのかな。ブロック B、セキュリティ。入れるよ。入っていいんですか、これ。左も気になるけど、左気になるな。特に。なさそうです。なんか手がついてますが。また地下。地下好きだね。やっぱ首ついてるよな。汚れなの？首の後ろだけちょっと、あれなの？体洗うときにいつもそこだけ洗わないみたいな。なんで地下がそんなに。上行こうぜ、上。屋上出ようぜ、屋上。はい、出ました。敵っぽいの出なそうだけどね。なんかこれ、ろうそくがついてる時点で多分精神、まだ精神病なんだろう。なにちょっと挑発しようか。おい、いねえのかよ。セル2、部屋なのかな。一生出られないんじゃないかと今俺思ってるから。あの1回以降ないからな。ないけど、止まろう。こういうのは大体止まった方がいいと思ってる。だって目が潰れてるもん。察しいでしょ俺。部屋戻れ本当に。無遊病かよ。部屋戻ってください。
けどこれ襲われたところでどうやられるのこれ。噛みつかれるのか俺。お、ちゃんとカメラ勝手に移動するのいいね。え？これどれぐらいだったら反応しないんだろう。ちょっとずつだったら気づかないんじゃねえ。なんで見えないのに、見えないのに目を傾けようとするのそれ。ちょっと俺通れないんだけど。これ後ろから襲いかかって倒した方が絶対早いって。ここにさ、なんかマズバズレっぽいのあるじゃん。これあの骨折した人が使うやつ。これでさ、一突きしたら倒せんべよ。これ襲われるの怖いもん。俺やだよもう。スーってこう、スーっと、この超スローモーション歩き。すごいなこのスローモーション。いきなりホラーゲーっぽくなくなってきた。すごい、この体勢でこんな、これすごくね。止まった。よし行こう。うわ待って、わかんない、あのいまいちこいつの反応がわかんない、反応速度がわかんない。気づかれたらアウトなのか、ちょっと歩いても反応されてしまうのかがわからない。反応する範囲もわかんないし。これぐらいなら気づかなそうだね。こっち行こう。まだいるんだろうな。これもう見なくていいか。6だからな、なんか気になるな。ないですね。見てもしょうがないっぽいな。まだいそう。な、血ついてるよ、ここ。なんで？なんでここに？まあ、模型なら分かってるよ。模型でしょ？だって。ハロウィンあったからね。最近ハロウィンあったからね。まあ、その程度のドッキリじゃね、ビビりませんよ、ほんとに。このゲームでね、だいぶ鍛えられたんで。なさそう。こっち行こう。ここ、マジ、マンモス病院だろ。広すぎる。血がいっぱいついてるね。しかもどんどん地下に行くからね。もう地下何階だよ。地下10階ぐらい行ってんじゃないこれ。やっぱり耳の下気になる。すごい耳の下気になります。怖えな階段。この階段とかでなんかイベントは起きてないから逆に安心かもしんないね。そろそろ出るだろうね、これ。まあ、聞こえるもん。人遣いじゃない。息遣いが聞こえる。俺はあくまでゆったりあります。まいー、ちょっと、スーッと移動。邪魔にならないよ、スーッと移動。視界に入る動向関係ないだろうね、目がないから。どう考えても、しかもそこには反応しねえのかよ、お前。今のガサーってちょっとこっち反応するんじゃないの普通。通りまーす。ちょっと横ずれまーす。走んなきゃ大丈夫かこれ、もしかして。普通に歩いてたら気づかないんじゃねこれ。ちょっと待って。ちょっと道が良くない。道が良くない。なんであの堂々と目の前っていうか真ん中いるの。あ、こいつ上にも奥にも手前にも来やがる。さすがのこいつもちょっと挙動不審。いやー、無理、なんでやねん。なんで。今んとこ奥だね。奥にしかいないから、一気にここが手前にドーンってきた。アウトで。大丈夫っぽいです。大丈夫っぽいです。オッケーです。ドアの音でなんで気づかなかったとか言ってはいけない。なんかある？なんかあるこれ。あ、これあれか。
ハンド。キッチン。なになに、ちょっと今ローストビーフが食べたい気分だけど。ローストビーフっぽいの置いてあるけども、どっちだ、こっち行こうか。暗い、暗いし、なんか血だしこっちだね。敵がいないからサクサクこの辺を歩いていこう。そろそろ病院から脱出したいっていう気持ちがあります。まだ出るか、出るなはよ行け。なんか奥でギッコンガンこう言ってるような音はね、聞こえないでもないです。何かうえーんいるよな。結構あの探索範囲はそんなに広くないっぽいから、ある程度は近づいても大丈夫っぽい。さすがに接触したらアウトだろうけど、手前行くのやめろ。オッケー。左行け。マジこっち来んな、こっち来んな。なんでやねん本当に。こっち来んなや。マジかよ。だよあいつ絶対俺のこと見えてるよ。あれ見えてないふりしてる、そういうゲームだろこれ絶対。絶対目見えてるよ。わざと手前に来すぎだよ。やばい、俺の短気な性格が出てきそうこれ。じっくりしたくなくなるっていう。いける。この辺は大丈夫、この辺は大丈夫。まあ、まず走るのは元気、それは間違いない。こいつさっきのやつ以上にさ、すんげえ上下上下行く、やだ。手前にずれるのを見越して、来るなよ来るなよ。オッケーです。オッケーです、油断はしません。いける。なんでや。いなそうだね。あ、いない。オッケー。シャワールーム。どんな地下にシャワー。シャワーいっぱいあるな。シャワーじゃないな。まあ、シャワーだな。血のシャワーか。汚ねえな。血のシャワーは汚ねえな。なんか今下に手が見えた気がするけど、気のせいだろ。もういないで。あれかな、あの使い終わったマネキンのゴミの山。無理やりすぎるか。ここ通れんの？通れないよな。ってことはあいつが通り過ぎるのを待つしかないか。早く行ってくれ。こいつはもうずっと立ちっぱなしでもう疲れてんだから。あんまちょっとそこで止まんない。そこは止まんない本当に。え？何あいつ？え、どこで俺はそっちに行けばいいの？もう山登れよここ。あ、やっぱそこで止まる？ってことはやっぱこいつが行った瞬間か。近づきすぎると音立ててなくてもやられちゃうからね。大丈夫、これ大丈夫なやつ、これ OK です。微妙にグレーゾーンでしたわ。うわ、いるよ、もうやだ、もう本当に何体いんだよ。
目見えてない見えてない詐欺のやつ、本当にマジで。もうここしかねえし道。もうここで待機じゃんよ。出待ちかよ。キャー、目なしアイドルよ。ここで待ってた甲斐があったわ。そっちへ。え？いやいや、おかしいおかしい。ちょっと待て、おかしい、それは。お前マジでおかしい。もうこれしかない方法は。俺の経験上もこれしか方法がないです。無理だろ、こんなの。だって早っ。あるじゃん、あるじゃん、見えねえよ。これこっち行けんじゃんよ。こっちで待ってます。どうぞどうぞ、取ってください。やっぱ年寄りはね、こうやって先に道を譲るっていうのはね、やっぱ若者がすることですよ、こういうのは。まあ、ちょっと老人かどうかわかんないんだけど。よし、オッケー、取った。さあさあさあ、血がずっと続いてはいるけど、血なのかペンキなのか知らんけど、声が聞こえないからあいつはいなそうだね、あの老人くん。あ、いるか、あ、いるかも、いる、いるかもしれない、いるかもしれない、やっぱいるかもしれない。訂正訂正、いなーい。何？行こう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 。もう後ろから追いかけられたらたまったもんじゃない。ここ開いてません。こっち行きます。長くね。もう体感時間半日ぐらいなんだけど。お前ほんと何人の量産型かマジで。多すぎる、こいつは多すぎるマジで。もう一緒に歩く。もうね、ここまでこいつを手なずけるとね、もうむしろね、一緒に歩く仲間っていう感じだよね。もう OK。 何？あ、バレたの？嘘でしょ、なんでバレた？